どうも、宮迫です。何？今回ですね、ちょっと新しい試みとしまして、宮迫さんに相手を伝えずにトークをしてもらおうと思ってます。すごいマンションに来てるんだけど。そうなんです。ご自宅にお伺いしております。自宅？はい、宮迫さんにちょっと一言物を申したい方がいらっしゃるということで。物を申したい？はい、お話ししたいことがあるということで。怖いな、なんか呼ばれています。はい、もう準備できてるんで。え？入っちゃいましょう。すごいマンションやで。え？どこで靴脱ぐの？怖い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 。だ、フィーフィーや。うわ、久しぶり。フィーフィーや。フィーフィー。エジプト出身の外国人タレント。宮迫との共演経験もある彼女だが、今日は何を物申す？わざわざ来ていただきまして。はい。ただ私。今日、何、宮迫さんに、はい、言いたいことがありまして、はい、来ていただいてるんですよ。ぜひ座ってください。フィーフィー、変わらんね、久しぶりだな。確かに、私、どこに座ってんの？あ、こっちだって、このオフホワイトな、この。やかましいわ。すいません。宮迫です。ほんまに久しぶりやね。はい、あの TBS の愛してるっていう番組からやもんね。そうですね。あれ何年ぐらい前？あれは2005年ぐらいなんですよ。へ、だから今から15、16年前。ていうかあれがデビューなんですよ。私 あれがデビュー作なんです。愛してる。あの番組がそうなんや。まあ、そうなんです。あの外国の女性の方を集めてやってた番組よね。ほんでだって当時ウエンツとか安田美茶子ちゃんとか、がもうほぼデビュー当時ぐらいの人たちが、そう、違う、外国の方がすごい多かったじゃないですか。うん、女性ばかり多かった。仲は良かったんけど、ギスギスもしてたもんね。ギスギスで、日本の人たちってそういうの出さないけど、ガチでこう外国の人って出すから。そうは懐かしい。ただですね、はい、私イベントがありまして。いや、そう言ってたな。お呼びしたんですよ。はい、すいません。何ですか？来ていただきまして。いや、とんでもございません。あの、私この間あの雨上がりさんが解散する、あのアメトークの番組、見させていただきました。はい、アベマの。はい、ありがとうございます。はい、あれどうなんですかどうなんですかっていう。どうなんですか。まあそうね、あの2年ぶりのあの場所、もちろんあの地上波、あのアメバ TV ではあったけど、セットはもう完全なアメトーク、スタッフもアメトークのスタッフもちろん、全部あの本当のアメトークと同じ状態で、ゲストの方々もよく絡んでた人たちが出てくれてて、まず2人でね、あのこういつものようにこう2人でこう登場するとこが始まってん、あの時にリハーサルをするしないっていう話になったんですよ。登場してこんな感じっていうので、まあ、基本的にテレビは大体リハーサルするやん、でもリハーサルなしで行こうってなったのよ。もう本当に2年ぶりに会うスタッフの人たちやし、あの場所やし、逆にそっちの方が新鮮なんじゃないかっていう話になって、リハーサルをしなかったんですよ。そしたらこの裏でさ、こう待ってて、お父さんが迎えたんですって、で、登場、もうその時、自然に登場ってなった時に、頭真っ白になってしまって、で、バッて言ったら、あのずっと撮ってくれてる辻カメラマンとかも、あのもう顔、もうメンバー変わらず、2年ぶりに会うスタッフを見た瞬間にもう頭真っ白になってしまって、結局俺自分でオンエア見るまで何を喋ったか全く覚えてない。オープニングで喋ったことはもうまるまる覚えてなくて、もう真っ白い。その2年やっぱりブランクがというのか、緊張なんですか？やっぱ緊張もあるし、2年ぶりに会う家族みたいな思ってるスタッフとかがもう何人か、もう登場だけで泣いてしまってる人もおって、本当は言わないといけない感謝とか謝罪とか全部飛んで、なんかもう昔からあの相方とやってるノリみたいなものを無意識にやってしまう。あれは自分で見てひどかったもん。
いや実際フィフィ見てどう思う？いやなんかまだやっぱりちょっとぎこちなさがっていうところから始まったんですけど、うんうん、やっぱり途中からは今までのなんか懐かしい雨上がりさんのお二人の姿がなんかこれで解散なのか、このままずっとそのままなんかなんで解散しなきゃいけないんだっていうぐらいもう自然で、で、まあ、後に、まあ、いろんなネットのニュースとか、まあ、いろんな方のコメントで全然目を見てなかったっ。あ、それもありました。なんかちょっとギクシャクしてるんですよ。いや、その途中からも全然見てないって言われてんけど、それに関してはちょっと言いたいんだけど、もともと見ないっすよ。見ないっすよ、相方のこと。そこはちょっと見返してほしいな、今までのアメトークとか。別に見てないから。確かに、うん、まあ、見てる人にはそういう風に伝わってしまったのかなっていうのは。多分世間の方はその、うん、私朝、うん、あのネットニュースで読みまして、うん、今日会見を開くというような解散会見、解散会見自体があまり聞かないんですけど、まあ、まあ始まってるよね、あれは。てかなかなか解散する方いませんよね、今度は。まあこの年になってね。で、うん、解散会見を開くって言って、うん、そのまさかあのような形になると思ってなかったので、うん、なんかスーツ着て2人で解散しますとかやるのかなとか思ってて、あれって、うん、あの形は前から決まってたんですか、うん、それいきなりなんですか、いつ決まったんですか。いきなりではないんだけど、うん、もちろんそのね、蛍原さんとは何度か会って、で、うん、プロデューサーの梶君とも何度か会って、どんな形のまま3人でも会ってどうしようかっていう話し合いの中で、やっぱりあのアメトークらしい、うん、まあ、まあ、コンビの最後ですから、アメトークらしい、うん、なんか喧嘩してとかではないから、それぞれの思いがあって、やから、なんか、まあ、楽しげに終わりたいなっていう、らしい終わり方をしたいな、であれになった。でもちろんそこにはあの吉本さんの許可もあるし、テレア朝さんの許可もあるし、いろんなとこを経て、そこを経てやらせていただけるっていうのは誰だった。だから、まあそうやな、まあ、結果として、まあ、見てくれた人たちからやっぱりその いろんな意見はいっぱい聞いた。きついのありましたか。いっぱいやった、いっぱい。一番きついの何でした、意見で。ね、聞きたいですよね。一番きついのは解散とかどうでもいい、とりあえず消えろとか。やですよ。いや、そんなもんバンバンあるよ。バンバンあるし、まあ分かってはいたよ。もちろんそういう批判っていうのはすごく来るんであろうなと思ったけど、予想以上に来たから。厳しいのがですか。厳しいのが多かったですか。まあ、ぶっちゃけあの番組終わってお疲れ様でしたの時は、あの演者の皆さんは よかったよかった、もう最高の終わり方やんみたいな感じでみんな言ってくれてたから、解散っていうことはいいことではないけど、なんかこれをやらせてもらったことはよかったんやなと思って、次の日そこから2日後3日後見てたら、あのね、それはちょっとあのもう無理やったね、普通の状態では言えなくて。で、次の日にあのそうアンサー動画っていうのをあげようって言ってたけど、で結局オープニングで言いたかったことが言えてなかったから、そこで言おうって言ってたものがもう 何回カメラ回って喋り出してももう言えなくなって、本当はあげる時間は7時か8時とかやってどんどんずれていって、ほんでも今日は撮られへんって、スタッフに申し訳ないけど。家帰って撮ってましたね。そう、見ました。あれ嫁が撮ってくれてた。本当でも宮迫さんちょっと損してて、アンサー動画を撮ってても、なんかちょっとふざけてんのかなっていう見えるのは何なんですかね。いや、これがあのすごい変な話やねんけど。そう、なんかすごい変な話やねんけど。損してますよね。いろいろな会見も全部。そうやね、お芝居やってたらなんか例えばリアルやとか言ってくれたりもするのに、うまいですもんね。なんであの
普通芝居もしてない普通の時が芝居じみてるの、そっちの方が芝居じみて見えるってすごい損してるよね。そう、何だからね、うん、私アンサー動画見たんですよ、うん、みんな、よりやけどこんな時間にあげたけどって言ってるけど、もうここから芝居じみてて、これなんかまた損してるぞって思っちゃって、だから申し訳ないけど、これはもう何なんですかね、結局、まあ、あの記者会見もそうやで、ね、両党やった記者会見もそうやけど、芝居でも何でもない、普通に言うてることが芝居じみてるって言われるのが、結局あの例えばバラエティー、それは一緒にやってたバラエティーの時が一番俺は演じてるんだよね。えっ、だってほら打ち上げとかで、そう、あのね、宮迫さん、私物申していいですか、どうぞどうぞ、はい、もう一ついきますよ、はい、宮迫さん、うん、一回打ち上げ、なかなか私プライベートで宮迫さんとこう、うん、なんか、うん、なんていうの、一緒にしなくて、うん、打ち上げの時、最後の番組の打ち上げの時に、うんうんうん、あと年末もですよね、ちょっと一緒に、なんかバーの端っこの方でこういう感じなんですよ。何持ってんの、なんかこう、どういうグラス持ってんの。こういう、こんなグラスある、シャンパングラスもこう持ってるの、どこの、そう、違う違う、どこのイタリア人みたいな感じの、もう何持ってるのかよくわかんないですけど、あのな、ヒヒッつって、ほんとさ、はーみたいな感じで、これがふざけてんのか、逆にこっちが素なのかわかんないかって、そっちが素だったんですか。そういうこと言うから、普段そんなに俺喋らへん、あの打ち上げとかで、いや、いやらしい私服着てわかりますよね、こんな感じじゃないっすよ、あの当時は今こんな感じなんすね、当時は、まあ、当時はあのジャケットとかね、ごっつい感じの、指はごっついし、なんか革ジャンみたいな感じでバーの端っこでありがとうございます、もう盛り上げてくれて助けるわみたいな感じ、いやでもそれがすごいあ、そっちですか、そうそうそう、あの膝にしてるつもりもね、それが普通で、そうそうそう、だからあの芸人の人は、まあ、あの知ってはるよ、そう、あの近いで、だからテレビに出てる、なんかはしゃいでる俺って、ね、あっち使ってたんですね、あっちの方がお芝居、 あんな人じゃないでしょ、っていうか長々と喋ってたけど、はい、フィーフィーって何者なん、え、私ですか、いや結局だから16年前に番組やってた頃はあの主婦フィーフィーやってる、そうそう、これで実際さ、まあ、その番組の中では そんな感じでフィーフィーの面白いキャラとかさ、あのやっぱり喋りが立つからあのキャラクターっていうのは確立されていくわけやねんけど、そこから数年してコメンテーターみたいな感じでお昼のワイドショーとかでフィーフィーが出た時に、俺普通に家でフィーフィーやってなって育てていただいたんですよ。いや結局その後にちょこちょこ出てたのもあったけど、コメンテーターでしかもなんかすごいあの世論を切るみたいなことをしてるから確かに、あれフィーフィーってこんな人やったっけと思って、結局今何者なの。私もあの時から、うん、その本当に雨上がりさんの番組で、うん、愛知テレって TBS の番組で出てきて、普通の人ってモデルから行きましたとか、うん、女優から行きましたとか言って、はいはい、タレントやってます、そうそうそう、歌手やってますって感じですか、うん、私はこっから自分の立ち位置を確立しなきゃいけなかったんで、うん、逆になんかもう真っ白なキャンパスで何を自分のやつに持っていくか決めれたんですけれども、はいはい、うん、その中で、まあ、一番やりたかったことっていうのは、うん、なんとなく本当にジャーナリストみたいな、なんかこうできれば、うん、あの愛してるでは正直恋愛の話ですごいバン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 切っていったじゃないですか、うん、女はこうだ、男はこうだ、恋愛はこうだって、うん、でも本当はまた出てる時に、うん、そんなに恋愛、人の恋愛って宮迫さん の、まあ、あの参考にはなりますけど、うん、切るもんじゃないよね、そうそうそう、あの好きにしてやほんまはねそう、うん、でももっといた、でもその時になんかバンバン言う人、うん、なんかその自分で言うのはあれですけど、うん、正論で行く人みたいな言われ方して、うん、今度はいろいろなものを切らなくちゃいけなくなった時に、もともとそういったちょっとジャーナリストみたいなのってめちゃくちゃ憧れて、結構私書くんで、だからもうそっちの方にできれば行きたいなって思ったんですよ。当時からそういうふうなことを知識として情報をいっぱい入れて喋りたいなと思ってた、あのできればなんですけど、でもそれがたまたま恋愛だったり結婚だったり、うん、だから最初のうちはずっとあの呼ばれたのも全部バラエティの番組に呼ばれていくんです、うん、最初はね、はい、うん、でまあなんかインパクトがあるもんだから、
私せっかく衣装さんつけてめっちゃ衣装もなんかみんなこだわってやってくれるのに、大家みたいなここしか映ってない申し訳なくて、衣装さん何枚も持ってきて、当時あのバラエティにバッと出だね、あの愛知旅が終わってバラエティに出だした時が大体多分やけど、俺がつけたあの名称というか、はい、それそこが多かったよね。パラモの申し子っていうなんかキャッチフレーズをつけていただいて、はいはい、あれずっと今でも引っ張ってますよたまにつけられてるし、なんか多分ウィキペディアにも載ってるんじゃないですか、キャッチフレーズファラオの申し子でデビューしって。だって今パッとね、 ご自宅でしょ、ピラミッドあるもんね、そこ。そうです、あ、お気づきになりましたね、うん、ピラミッドあるもんね。そうなんです当時、まあ当時というか今やったら絶対あかんやん、なんかそのそうね、いじったりさ、そうそうそう、顔だってさ、あの頃いじりたい放題で、もうあの頃のいろいろな MC さんがそれぞれ違うなんかあだ名つけるんですよ。もう今言えませんよ、もうそう、顔いじり、顔しか映ってない。せやねんな、だからもう当時それがもう当たり前のように横行してた。今ダメなんですよ、コンプライアンスなんです。そう、でもあのファラオの申し子出たな、初登場の時に多分これ言うてるよね、だからパッとで、まあ、エジプトだから日本のお侍さんってつけてるようなもんですよ外国の方がそっから登場するためにファラオの申し子ピーピーっていうのがネテレポでつくぐらいになってしまって、あれは申し訳ないなと思いつつね。いやいや全然、本当にいろんな番組出るときに、うん、ちょっとこういうふうに出てくださいとりあえずこれファラオのポーズなんですよ、ファラオってこういうふうにね、五感というんですか、棺はこういう感じのがついてますよね、こうやって寝てるんですかとか言われたり、今思うとひどいよね。いやでも懐かしいな、16年前か。そうです、私ちょっとむしろなんか芸能界慣れして気になったんじゃないですか。あのね、あ、なんちょでもいや変な空気、いやフィーフィー、でもほんまに今日パッと会って変わってないとは言うけど、16年前と変わってないんで、ほんでぶっちゃけ言うとほんまに綺麗になった。でも、うん、宮迫さんもやりましたよね、もって私がまるでやったみたいに言っちゃった宮迫さんはやりましたよね、クマね。もう気にしてたんですか。今ほら YouTube という新しいところに来て、うん、やっぱ今までの自分とはまあどっかで切り替えないといけない、っていうのは、いやそれもあんねん、もちろんクマなくなったらどんな感じになんねやろうなと思ったし、興味もあったから。ほんであの最近美をすごく追求してるのね。なんで私そうなの。なんでですか。あの、まあ、見てツルツルやろ。何してるんですか、ちょっと。全部ツルツル。え、やだやだいや、もともと俺腕毛、なんでそれ若い人がやるやつ、男性でも。もともと俺腕毛とか一切ないの。なんかモテようとしてます。いや、あのまたやらかしてますよフィービーさん、せっかく私最近の動画見て、家族の愛みたいなのを、もうなんか奥様も出ていらっしゃって、はいはい、なんかもうか再確認されて、いい家族の家族像みたいなの見てるんで。そうです、今日出る前にあのちょっと対談があるらしいわって言ったら、頑張ってねって言って、ちょっとしてて、ちょっとしてんの、すごい言うとくけど前から進むからね。えだって昔は奥様が実はこれやってるって言ってて、で、はい、俺がまあ朝ごはんなりなんか息子の弁当も俺が作ってるんだよねみたいな、いい昔とかじゃなくて、この状態の奥さんのデコにチュッとしてきてるだけやから、状態は変わってない。あ、すごいですね、状態は変わってない。でもなんか全身ツルツル51歳になって、何狙ってるのかって思っちゃいますよね。いや、も整形もして、違う違う違う、あの整形をしてツルツルになったからモテるっておかしくない。宮迫さんは私信用できない宮迫さんは信用できない、本当に違うやん。もモテるなんていう場所にまず行きようがないし、どんな時間でも行きそうな気がするから俺やったらもう行かねえわ。すいません、はい、ちょっと今あのかなり和気あいあいとかされてるじゃないですか。はいはいはい、実はこの対談をするにあたってちょっとスタッフ的にちょっとドキドキする
ことがありまして、はい、こんなに仲良く喋ってお二人なんですが、ちょっとこんなツイートを見つけたんですよ。フィーフィーのツイッターってこと？はい、フィーフィー。え、今年の2月ですね。YouTube で稼げるようになったら、または再生数のためにお世話になった風俗を悪い意味でネタにする芸能人は本当に残念。そもそもその知名度があって話題にしてもらえるから再生数は伸びてるんだよ。そこまで売ってくれた事務所に感謝しなきゃ、再生数は伸びても自身の印象は下げてるように俺のことやないか。何ですかこれ、何やこれ、これちょっと見つけて、あ、これってもしかしてって、やだこれ、だって宮迫さんのことなんて書いてないですよ。え、宮迫さん心当たりあるんですか、逆に。ない、俺はだって、だって古巣を、要は事務所をこう古巣を 悪い意味でネタにしてらっしゃるんですか。してないよ。だから違いますよ、感謝してますって。一般のこれすごいいいねがついたんですよ。みんな俺のことやめてきた。確かにレスのところにはレスポンスには、あ、 M さんですね、 M さんのことですとか書いてありましたけど、違うんです、一般のなんです。でもこれ今年か。そうだよ、今年なんですよ。これはネットで宮迫フィーフィーって検索すると、うん、一番にこれが出てます。やだ、感謝のツイッターもしてるの、ツイートも。フィーフィーそうやったんか。なんで、なんでそれ、勘弁してください、そんなの。本当に違うんですか。だってもうこれは再生回数伸びてるじゃないですか、この勝ち組のチャンネル。そんなところに私が喧嘩を売るようなこと言いませんよ。怖い怖い怖い。今も後ろにファラオがふわー来たもん、ね、怖いファラオがふわー来てた、ね、助けてもらってる感じがします。いや本当に全然、もう本当に、まあまあ、宮迫さんだってあれですよね、事務所にはいろいろな思いがあるんじゃないですか。いやだってそれこそだから、最後のアメトークをやらせていただけたっていうことはもうほんまに感謝ですよ。いやこれマジでほんまに今もな何にもないから、俺の中ではもう本当にありがとうございますしかないから、これも嘘じゃなくて、うん、ちょっともう一つ気になったことあります。なんじゃい、宮迫さんの相方は琴原さん、うんうんうん、ただ、まあ、世間的にもよく言われてるのが、その光さんが相方みたいに見えるようなことを言われますよね。どうなんですかね、そこら辺は。そこは、ね、どういうふうに受け止めるの。全く違うというか、まあ、例えばというか、いろんな芸人さん、そのコンビ以外でも違う、例えば芸人同士でも違う芸人さん何かするのは絶対あるわけや、うん、そこに自分自身の相方じゃなくてこっちを相方と思うなんて感情はないんです。どういう存在ですか。光くんはもう恩人、うん、やっぱり一番最初にこの YouTube って全然わからない状態で、そのコラボする前に一緒にご飯を食べる、それが焼肉屋さんやったら焼肉を食べに行って、光くんの YouTube に対する思いとかを聞いてすごく俺は感動したわけ。あ、本気で命かけて YouTube やってる人なんだ、じゃあコラボお願いします。ちょっと初対面の人やし、 YouTuber っていうものがはっきりと分かってない状態から始めてたから、やっぱ最初に光くんその話を聞いた時に、あ、 YouTuber の人ってみんな本気なんやっていうのが分かったからコラボさせてもって、そこからは YouTube のことももちろん聞くし、で本当に光くんのおかげですごい親切に教えていただいたりしました。やっぱりアドバイスいっぱいいっぱい、もうずっとおじもちカメラ回ってない時でもこうした方がいいですみたいなこといっぱい聞いたし、やっぱ光くんの最初のそれがあったから今のチャンネルっていうのは勢いもついたし、うん、テレビの方ってなんか YouTuber とこう、うん、それこそ大御所とかになっていくほど、うん、なんか YouTube とこうなんか一線を置くというか、うん、ちょっと距離があるような言い方するしますけど、うん、最初の印象っていうか、会うまでまあどう思ってた。いや最初はそっちもお同じテレビの側の人で、やっぱり YouTube でも下に見てたし、えっ、もう劣化版やと思ってたし、すごいはっきり言いますね。いや当初よ、その頃に、その頃はあんまりそう思ってたし、はい、でもそれを変えてくれたのは光ると思うし、あ、すげえな単純に思ったし、素直にこの人と何かをしたいって思ったのは事実です。でそこからは、まあ、チャンネルご覧の人は分かってると思うけど、ずっとコラボをし続けてくれてるし、もうすごい感謝しかない。今、まあ、YouTube とテレビのこのなんか前を持っていた立ち位置みたいなのはもう変わったんですか、うんうん、
それから別のプラットフォームで住んでます。全然。あ、もう別。もう別個。うん。あのテレビが上、YouTube は上とかそういうことではない。今でも大御所の方はそういうふうに、うん、なんかこう YouTube は下なのに、なんでテレビの人間がそっち行ってなんかっていうようなイメージの方、うん、いう方いるじゃないですか。うんうんうん、そういった方にはそんな。まあ、あの何人かあの光くんっていう、ね、人に対して言った芸人さんもおるよ、うん、その長い付き合いのところをいましたね、ね、切り捨てて、はい、あのあてみさんちの YouTuber を選ぶんかいみたいな、うん、人との関係って年数なんかなって思ってしまうしさ、俺は光くんと、うん、そんな長い年数を一緒にしてきたわけじゃないけど、YouTube に携わってすごく濃い関係が築けたと思う。それは光くんも言ってくれてるし、俺はもうそれは思ってる。で、俺の家族も思ってる。光くんに出会わなかったら今の自分たちはないから。だからそれは本気で感謝してるし、それをね、その関係を知らずにそういう風に光くんのことを言うやつは、俺ちょっと納得いかへんな。おー、うん、すごいちゃんと関係性を知ってた上で言うんやったら分かるけど、まあ、印象でね、そうそうそう言われちゃうんですよね。ただ動画でコラボしてるだけの関係性とは絶対にないから。コメント欄でもあるけど、あの昔の関係性を切り捨ててはないです。で、ボンビは解散したけど今も連絡を取り合ってるし、でゴルフのことがあったらすぐに聞くし、だから今は、まあ、もうコンビではない友達としてのお付き合いになってるから、だから切り捨てるっていう、何も切り捨ててはないし、もしかすると切り捨てられてるのかもしれないけど、切り捨ててる人もなんでそんな風に感じるんですか、切り捨てられてるって感じるって。やっぱり連絡が取りづらい人もおるわけだから、それはな、それはまあ、うん、あの時が解決してくれないと、うん、難しいことなのかもしれないけど、何も諦めない、うん、私もう少しガン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 攻めようかなと思ったんですけど、うん、なんか今日話聞いて、うん、いやめちゃくちゃなんか、なんて言うんだろう、いろいろなものを、うん、私もちょっと言い過ぎて炎上する時とかあるじゃないですか。あの見たことある、だから世間ですよね、だから世間の怖さっていうか、うん、言葉のいろいろというか、もう世間全てが敵に見える時っていうのを、やっぱりもっとすごいところで、まあ、影響力が強い分経験されてると思うんで、でそこからのいろいろなものをこの2年で見んかったらええねんけどね。見ちゃいますよね。見てへこむんですよ。見んとこうとしても、あのやたらと出てくるから。やたらと出てきます。だってさ、俺全然関係ない記事に、あの俺の名前入ってたりするからな。これは俺関係ない。誰の宮迫みたいな。そう。俺関係あれへんな。ただもう本当に、うん、やっぱりそういう、なんか経験をした分強いし、もっともっと宮迫さんが今後人にアドバイスをできたり、なんかさっきも言った、なんかこのテレビの人間が思っていたいろいろ、なんか全てが考え方も変わったんですよ、 YouTube に対しても変わったんですよ、なんかそういうものがすごく感じられて、やっぱりいろいろな経験をされた方の言葉だなって。だからその未だにコメント欄にはテレビに戻れとかいっぱいあるけど、テレビに戻らないお前はあかんみたいなのいっぱいあんねんけど、でも YouTube に来たから知ってもらえた自分の素の部分であったりとかさ、うん、どれだか OK。 そんな喋ってた？そんな喋ってた？もう締めにかけないで大丈夫ですか？今のね、はい、なんかいい感じですよね。まだ2時間ぐらい喋れるけど。嬉しい。帰ります。あ、そう。うちはずっと喋れるんですよ、多分。でもこの後、キミさんのチャンネルで、あ、そうね、トーク残ってます。すごい、あの、はい。なんかまた聞くかもしれないんで。OKOK。あの、じゃあ、終わろうか。さあ、というわけで、まあ、ちょっともう話は尽きないですけども、あの、結局さ、番組やってた時もそうやったけど、打ち上げも最後ずっと2人で喋ってて、ずっと喋れるのね、なんかあの、
そこは気が合うんです、まあ、この後、フィフィのチャンネルの方で、はい、あのまたトークさせてもらいますので、あのいつまでも喋ってしまいますので、ここいらで終わりたいと思います。本当にあの久しぶりに会えて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。